どうも、CRS 千葉店ウッフォード小脇です。おはようございます。よろしくお願いいたします。今日はですね、はい、ちょっとね、久々に新車のコンプリート。はい。転車なんですけど、はい、もちろん即納車両という形の販売もさせていただくんですけど、いつもと違う内容のコンプリート、ちょっと2台作ったんで、はい、そちらの方をですね、はい、ご紹介させていただきたいなと思います。お願いします。早速ですけど、こちら後ろに並んでる2台なんですけど、はい、どっちから紹介しようか。こっちのパールは、はい、一見なんか普通のワイド、はい、に見えますけど、はい、こっちから気になりますね。了解です。じゃあ、はい、そしたらこちらの方からご紹介させていただけたらなと思います。ちょっと口回ってないな。はい、はい、早くも半袖ですね。 そうですね、もうちょっと気分は半袖で、はいでこちらですね、ベースは、CRS パッケージというコンプリートベースになってます。はい、ですがワゴン GL の場合は、はい、フロントリップスポイラーアルミホイール、ローダウンとナビフリップダウンモニター ETC バックカメラで、あとスマホのホルダー USB ヒートシンクで、シートカバーがついてる状態になってるんですけど、盛りだくさんですね。え、盛りだくさんですよ、 CRS パッケージは。そうですね、はい、まあ皆さん聞いたことはあるかなと思いますけど。そうですね、はい、はい、ですので、まあ、うちでも一番売れ筋のコンプリートにはなってるんですけど。そうですね、はい、はい、ですがその CRS パッケージからまずフロントリップスポイラーを外して。そうですね、はい、ついてないですね。ついてないです、はい、でローダウンもなしの状態になってます。ノーマル車高。ノーマル車高、はい、はい、で中はちょっとまたこれも中変わってるんですけど、はい、はい、ちょっと早速見てもらいましょうか。はい、はい、まずワゴン GL なんですね、はい、ワイドバンではなくて。そうです、ワゴン GL の10人乗り、はい、2000cc のガソリンです。でこれ、何を変えたかというと、まずこの EX のオープンカントリー、これ CRS パッケージでも選んでいただけます。はい、それにこの TRD のマットフラップつけたんですよ。おお、揚げ系ってやつですね。そうなんですよ、かっこいいでしょ。いいですね、僕大好きなんですよ。はい、そしたら、ね、ちょっと中の方なんですけど、はい、これ今パワースライドドアオフになってるんですけど、パワースライドドア純正オプションで装着されてます。はい、はい、でこちらの車ですね、オプションはフルオプションになってます。お、うん、デジタルインナーミラーもついてるし、パノラミックビューもついてるし、はい、色がパールホワイトでパワースライドドア片側なんですけど装着されてる状態になってます。はい、でこれが今回のおすすめ、ワゴン GL なのに、はい、2列目以降か、はい、がベッドになってる。そうなんですよ、いいですね。そうなんですよ、今回このベッドキットをつけたんですよ。はい、ですので、こちらの車の僕のテーマとしましては、はい、まあ車中泊、まあこれから始めようと思ってはる方にちょっと必見かなというふうに思ってます。お、はい、なおかつまあこれ今4名乗車で後ろ全然4人で寝てもらうということは可能なんですけど、はい、例えば、まあ、何人かで移動するときはベッドマット、ごめんなさい、外してもらって、この下に座席が6個出てくるんで、はい、そこからまた6名乗車合計10人乗ることができるっていう感じになるんですよ。おお、はい、ですんで4人家族の人が車中泊を目的としてご購入いただいて、はい、でもいざという時にはベッドマット外して、ベッドキット外してもらったらプラス乗車できますよっていう1台2役、はい、的なコンプリートをちょっと作ってみました。それすげえイメージしやすいですね。あ、本当ですか。すごく、例えば、まあ、4人家族で、はい、普段は遊びに行くのに、例えばこういう風に使っていただいて、そう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 、まあこうお正月ですとか、そうお盆ですとか、はい、ご家族皆さんでどっか出かけられるときは、はい、ベッド外して、はい、おじいちゃんおばあちゃんとかも乗れるよみたいな。その通りなんですよ、うまいこと言うてくれて。それを言いたかったんですよ。そうですよね、はい、それがテーマです。いいですね。でしょ。でちょっと思ったのが、はい、ベッドついてるんですけど、はい、まあ下にシートはあるにしても、はい、荷物が結構ここにも。そうなんですよ、下にも入れても、はい、スーツケースとか、はい、全然入れれるぐらいのスペースは確保してますという。はい、その通りなんですよ。荷物も載せれますね。もちろんですよ、GL で。もちろん、はい、もちろんなんです。ここに荷物入れてもらって上で全然車中泊してもらうっていうことも可能です。おお、はい、いいですね。はい、あとはシートカバーが。そうです、これシートカバーもついてます。はい、でナビ見て、フリップダウンモニターナビもついてる。おお、もう今すぐにでも車中泊行けますね。そうなんですよ。でしょ。そうですね、はい、はい、
これが僕のテーマで作った車。はいはい、まあ、この辺の純正のこのボックスとかも、あ、そうですね、はい、そのまま生かして、そうです、使えますので、何か機能を殺してるわけではないないです、はいはい、形ですね、はい、で前側見てもらった通り、はい、はい、ナビゲーションがついてますね、はい、ETC も、はい、もちろんついてますね、ちょっと見えないですけども、はい、はい、っていう形になるんですよ。おお、これが新しい、そうです、まず1台目のコンプリート、そうです、はい、でこれのメインはベッドキットがついてるっていうのが売りです。いいですね、はい、で運転で疲れたなぁ、ちょっと仮眠取ろうか言うとすぐ仮眠も取れると。おお、いいですね。でしょ、もうちょっとこう夢が広がるというか、そうでしょ、具体的に頭に出てくる、そうでしょ、はい、使い勝手が非常に良さそうな、そうです、見た目よし、見た目よし、中身よし、機能よし、はい、機能よし、いいですね。でしょ、はい、はい、でこちらが1台目と、もう1台はこちらなんですよ。かわいいですね、まずライトイエローの色、これ僕大好き大好き大好きです、ね、大好き、はい、でこちらのテーマとしては、はい、そうですね、これね、ライトイエローって言って特注カラーなんですよ。そうですよね、はい、はい、なので人とは違う車両をお探しの方必見。おー、ちなみにこれもちょっとちらっと見えてるんですけど、こっち側にスライドドアがない、はい、っていうことは、はい、これもワゴン GL、 ワゴン GL、うん、はい、はい、一緒ですね。そうです。じゃあベース車両的には、はい、さっきのパールの車と一緒、はい、そうです、はい、はい、でまあ、カラーが特注色。そうです。ですので、これもついているものとしましては、まあ、フロントリップスポイラー、まあ、これも CRS パッケージをベースにしたんですけど、はい、フロントリップスポイラーはなしで、ローダウンもなしですが、これが、アルミホイールが、はい、クリムソンディーンさんのクロスカントリー、これもまた大好き。そうですね、これ大好きでそれに合わせてオープンカントリー、はい、で先ほどと同じなんですけど TRD のマットフラット。おこれも TRD さんの、うん、見た目は可愛いけどワイルド系みたいな。そうですね、うん、ちょっとこう2つの要素が兼ね合って、そう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 、そしてさらにこうワイルド感を出してるのが、そうこのバンパープロテクターな、バンパープロテクター、はあ、はい、ここやろ、いいですねこれ。そうでしょ、雰囲気出てるでしょ。結構つけさせていただくこと多いですけど、はい、これもついてますよ。LED はつきます、デイライトでつきます、はい、デイライト、はい、はい、キーオンにしたらパチッと電気がつくっていう形になります。なるほど、はい、でちょっと中も見てください、はい、オプション的にはフルオプション、はい、はい、ですんでデジタルインナーミア、パノナミックビュー、パワーストライドドアもついてる状態になります。はい、でまあクリアランスソナーもちろんです、もちろんついてますね、はい、はい、こちらもちょっとパワーストライドはオフの状態です、はい、こんな感じで。おー、中まで、そうですよ、かわいいスタイルで、そうなんですよ、はい、ちょっと4列目ごめんなさい、跳ね上げちゃってますけど、そうなんですよ、はい、しっかり同じシートカバーついて、そうついておりますと。そうです、はい、いいでしょ、かわいいですね、いいでしょ、このシートカバーがまたこの車と合いますね。そうなんですよ。でね、これね、ごめんなさい、先ほどの車もここにフットパネルがつくんですよ。あ、見えなく、なるほど、うん、なるほど、カバーがつくってことですね、うん、つく、はい、これも僕ちょっとカラーチョイスして、はい、あの注文入れさせてもらってるんですけど、はい、ちょっとまだ商品が届いてないんで、はい、届きしたらペタッとつけるんで、もっと高級感を増すかなと思います。おお、なるほどですね。プラス、まああのね、追加でフローリングとかしてもらったらまた雰囲気変わると思うね。そうですね、うん、一気に変わりますね。そう、はい、いいじゃないですか、可愛いですね、はい、この車、はい、はい、そして前側はもちろん同じようにシートカバーついてますのと、はい、ナビが、そうなんですよ、フローティングがついてるんですよ。そうなんですよ、パナソニックの10インチナビがついてます。おお、はい、これも僕好きなんで、これもちょっと作らせてもらったんですけど、はい、僕は好きなやつをつけました。なるほど、はい、ETC ももちろんもう標準 で、 そうです、パナソニックの ETC の 2.0 がついてます。 2.0、 はい、おお、いいですね、ナビと連動してるんで、はい、はい、ですがこの車に関してはフリップダウンモニターがついてないんで、はい、はい、追加でフリップダウンモニターつけていただくこともできますよっていう感じにしてます。なるほど、はい、はい、でもこのナビついてるの嬉しいですね。少々このフローティング、しかもブルーレイ再生モデルやで。お、いいやつですね。そうやで、でこのパナソニックさんのストラーダめちゃくちゃ画面綺麗ですよね。
めっちゃ綺麗、はいはい、であとこう運転席の方向にこう向くっていうのがまたいいじゃないですか。あ、そうですね、うん、ちょっとこう左右にも触れるという、はい、ね、そういうところが僕好きだったんでちょっと入れさせてもらいました。なるほど、はい、どうかっこよくない？そうですね、かっこかわいい。そうやね、スタイルかっこかわいい感じがするんですけど、はい、はい、ですね、はい、そうですね、ちょっとこっち可愛らしい系、こっちワイルド系みたいな感じで。そうですね、はい、タイヤは一緒でノーマル車高ですけど雰囲気はこんだけ違いますよって感じですね。はい、はい、これはぜひファミリーカーで、はい、こう先ほど言った通りワゴン GL、はい、探されてる方、はい、ぜひ一度見に来ていただいて。そうですね、2台見比べてもらって。そうですね、こうスタイルに合う方をチョイスしていただいて、はい、もちろん先ほど言っていただいた通り、はい、フローリング施工ですとか、うん、まあ、フリップランモニター等を含めても両方とも追加、もちろん他の作業も含めて追加作業っていうのは可能ですので。もちろんです、はい、はい、こうさらにね自分好みにしていただいて。そうですね、自分カラーにつけてもらったらいいかなっていうふうに思います。はい、ちなみにこちらの車両本体価格気になるね。気になります、はい、はい、こちらがですね、一応もちろんこれ新車になります。はい、車両本体価格は367万円。はい、こっちね、はい、でこちらの方が一応ですね、車両本体価格401万円になります。はい、はい、なりますんで、まあね、もちろんこちら展示車、即納車という形で販売させてもらってるんで、はい、もう早いもん勝ちになっちゃうんで、今ちょっとね車の方納期かかっちゃうんで。そうですね、はい、はい、なのでそれこそどしどしと久々に言うたな久々に言いましたね、はい、はい、お問い合わせいただけたらなっていうふうに思いますし、はい、なおかつ陸送費用は一応無料という形でさせてもらってるのと、はい、ちょっと遠方の方不該登録費用という形で別途ちょっと金額だけかかっちゃうんですけど、まあ、その辺お問い合わせいただければお答えもさせていただきますんで、はい、はい、お問い合わせいただけたらなと思いますね。そうですね、はい、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございます。